フェルディナント2世、フェルディナント2世、ファーディナンドイ、1578年7月9日から1637年2月15日は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、在位、1619年から1637年、オーストリア大公、在位、1619年から1637年、ボヘミア王、在位、1617年から1619年、 1620年から1637年、ハンガリー王在位。1619年から1625年、ハプスブルク家冒険の内オーストリア大公家の出身。30年戦争を引き起こした皇帝として知られる。ローマ皇帝マクシミリアン2世の弟のオーストリア、内オーストリア大公家ある2世とその妻、マリアアンナ大公妃が、 宿鉄婚によって儲けた息子であり、ルドルフ二世位、マティアス兄弟の重帝にあたる。幼少からイエズス会の教育を受けたことから、カトリックの保守、拡大に努力する。皇帝即位前には、シュタイヤー・マルク公であったが、両国でプロテスタントの反乱が起こるかもしれない状況にも、かかわらず、1618年のプラハ、総外党的事件を受け、ボヘミアへ派兵した。 1619年にマティアスの死去を受けてローマ皇帝に選出されるが、ボヘミア反乱軍はプロテスタント同盟の名手のプハルツ戦帝皇、フリードリヒ五世を選出したため対立は深まった。1620年にフリードリヒ五世の同族で政敵でもあるカトリック連盟の名手バイエルン公マクシメリアン一世と協力し、白山の戦いで、 マクシミリアンのカシンティリー博士機関の連合軍による勝利を表し、ボヘミアのプロテスタント勢力に大打撃を与えた。戦後はプロテスタントを弾圧して、ボヘミアに絶対君主制を確立。ハプスブルク家の所領を、分割相続から、長出相続に切り替え、チロルだけは、弟をポルト5世に分与した、オーストリアの一体化を、ほぼ実現させた。しかし、 1621年に同族が統治するスペインの軍勢をフリードリヒ5世不在のプファルツに駐屯させたことと戦前にアルザス活城も約束していた1623年にフリードリヒ5世から先帝皇くらいを取り上げマクシミリアン一世に与えたことは帝国諸行の反発を招き1624年にフランスによる対ハプスブルク同盟が締結され 1625年には、北方から、デンマーク王クリスティアン4世の侵入を受け、急遽、フリートラント公バレンシュタインを召喚し軍を編成、これを撃破した。ところが、バレンシュタインによる各地の略奪は、諸公の不満を招き、1628年に、バレンシュタインをメクレンブルク公に助釈したことと、1629年に発令した復旧令。 で、一層諸公からの反感を負った。内容はプロテスタントが没収したカトリック教会領の返還、諸公の武力制限と同盟禁止を記したもので、絶対主義を目指す内容からプロテスタント諸公だけでなくカトリック諸公からも返された。1630年の帝国議会で選定校からバレンシュタインを罷免しない限り息子のフェルディナント3世のローマ王選出を拒否すると通告され、 バレンシュタインを解任した。バレンシュタイン解任により、軍事力は低下し、フェルディナント3世のローマを選出もなされず、同年に、フランスやプロテスタント諸行と手を組んだ、スウェーデンをグスタフ2世やドルフが来た、突に侵入するなど状況が悪化。翌1631年に、バレンシュタインに代わって、帝国軍司令官となったティリーが、マクデブルクの戦いで、住民虐殺を起こして、 プロテスタントのさらなる離反を招き、ブライテンフェルトの戦い、レヒ側の戦いで、グスタフ2世やドルフに連敗して、敗し、スウェーデン軍がバイエルンにまで進出した。窮地に陥った、フェルディナント2世はバレンシュタインを再召喚、リュッンの戦いでバレンシュタインは敗北したものの、グスタフ2世やドルフが戦死したためスウェーデン軍は、戦力が低くし、カトリック優位に持ち直した。 しかしこの戦いの後、バレンシュタインが軍事行動をせず、プロテスタントと交渉を行ったことから反逆を疑い、1634年にバレンシュタインの暗殺命令を仕立て実行させた。これによって、カトリック軍の足並みは乱れ、プロテスタント軍の大反撃を呼び込んだ。バレンシュタイン暗殺後は、息子フェルディナント三世を公認の司令官として、 10個であるスペインハプスブルク家のフェルナンドも参入させ、ネルトリンゲンの戦いで、スウェーデン軍を破らせ、1635年に、復旧令の撤回と引き換えに、諸公の同盟禁止を明記したプラハ条約で、プロテスタントカトリック諸公と和解、1636年に、フェルディナント三世のローマを選出も実現させ、一時、ドイツにおける権威を上昇させた。しかし、 スウェーデン軍はしぶとく、ドイツで抵抗を続けていた上、1635年にカトリックながらプロテスタントと結んで暗躍していたフランスが、本格的に参すると劣勢となった。選挙区を打開できないまま、フェルディナント二世は1637年に死去し、フェルディナント三世が次の皇帝に即位した。フェルディナント三世は、なんとか体制を立て直そうとしたが、スウェーデンとフランスが、 ボヘミア・バイエルンを侵略して回り、頼みのスペインもフランスに大敗、衰退していき、主導権を奪い返すことはできなかった。1648年にベスト・ファーレン条約が締結され、帝国における皇帝の支配権は放棄されてドイツでの影響力は低下した。その一方で、オーストリアをはじめとするハプスブルク家領は確保し、ハプスブルク家はオーストリアを基盤として、 最高を図っていった。1600年、バイエルン公・ビルヘルム5世の娘で、マクシミリアン1世の妹、マリアアンナ、1574年から1616 16年と結婚。7人の子が生まれた。1622年、マントバコヴィンチェンツォ1世の娘、エレオ・ローラ・ゴンザーガと再婚。子供はいなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。